グレゴリオ聖歌は、西方教会の単旋律聖歌の基軸をなす聖歌で、ローマカトリック教会で用いられる単旋律、無伴奏の宗教音楽。グレゴリオ聖歌は、主に9世紀から10世紀にかけて、西欧から中央のフランク人の居住地域で発展し、後に改変を受けながら伝承した。教皇グレゴリウス一世が編纂したと広く、信じられたが、現在では、 カロリング町にローマとガリアの成果を統合したものと考えられている。グレゴリオ聖歌の発展とともに、境界戦法が成立し、グレゴリオ聖歌は八つの戦法で体系づけられることとなった。戦慄の特徴としては、特徴的なインキピットや終士、メロディの中心となるローショーンの使用、またセントニゼンションと呼ばれる既存のメロディを転用する技法によって発展した。 音楽語法が挙げられる。グレゴリオ聖歌の旋律はネウマフを用いて寄付され、このネウマフが16世紀に現代でも用いられる五旋譜に発展した。また、グレゴリオ聖歌は、ポリフォーニーの発展に決定的な役割を果たした。歴史的には、教会では男性及び少年合唱によって、また、修道会では、修道像、修道所によって、グレゴリオ聖歌は歌われてきた。 グレゴリオ聖歌は、聖方教会の各地固有の聖歌を駆逐し、ローマカトリック教会の公式な聖歌として、ローマ天礼に基づくミサや、修道院の聖務日課で歌われるようになった。しかし、1960年代の第二バーチ観光、会議以降は、現地語による天礼が許容されるようになったことを受けて、グレゴリオ聖歌の歌唱は、義務ではなくなり、天礼音楽としてのグレゴリオ聖歌は、 次第に各国語の成果にとって変わられている。ただし、ローマ教皇庁の見解としては、依然として、グレゴリオ聖歌が天礼に最もふさわしい音楽形態である。20世紀には音楽学の対象として、グレゴリオ聖歌の研究が進み、天礼を離れた音楽としても人気を得た。無伴奏歌唱は、教会の最初期から、キリスト教の天礼に組み込まれていた。 1990年代半ばまでは古代イスラエルの詩編歌唱が原始キリスト教の天礼及び成果に強く影響を与えたと考えられていたが今日では最初期のキリスト教の成果には詩編をテキストとするものがなくまた紀元70年のイスラエル法位後数世紀にわたってシナゴーグで詩編が歌われていなかったことからこの見解は研究者の間では否定されているただし 初期キリスト教の天礼がユダヤ教の伝統を受け継ぎ、それが後まで成果の中に痕跡を止めていることは事実である。例えば聖無日課はユダヤ教の祈りの時間に期限を持つものである。また、アーメンやアレルヤはヘブライ語であり、サンクトゥスの参照はアミダーで行われるケドゥーシャを受け継ぐものである。新約聖書には 最後の晩餐で賛美歌を歌ったことが言及されている。すなわち、賛美の歌を歌ってから、彼らはオリーブ山へと出て行ったとある。また教皇クレメンス一世やテルトリアヌス、アレクサンドリアのアタナシオス、エゲリアなどの記録にも、初期キリスト教で賛美歌が歌われていたことが見えるが、その言及は指摘もしくは曖昧なもので、 この時代の音楽が実際にどのようなものだったかはほとんどわからない。3世紀成立のギリシア語のパピルス写本をュしンコス、サンビカには音楽的な寄付があるが、このサンビカとキリスト教の成果の伝統との関係は明らかでない。一方、後にローマ天礼で用いられることになる音楽的要素は3世紀には出現している。 対立教皇ヒッポルトスに著者が否定される使徒伝承では、アレルヤを繰り返し唱えるハレルを初期キリスト教の愛さんと結びつけている。定時化に歌われる聖無日課の聖歌は、四世紀初頭聖アントニウスに従って砂漠で修行を行った修道僧たちが始めた毎週150の詩編を一巡して歌う連唱に起源を持つ。375年頃には、 東方のキリスト教ではアンティフォーナ的な賛美歌が流行し386年にアンブロジュースによってこれが製法にもたらされた5世紀から9世紀の間に成果がどのように展開したかについては資料が乏しく学説は定まっていない410年頃にはアウグスティノスがミサで紹介曲をレスポンソリウムで歌っていることを記している 678年頃には、よく似て、ローマ聖火が教えられていた。この頃の西方教会の地域では、ブリテン諸島、イベリア半島、ガリア、イタリア半島などで各地に固有の聖火が発展した。これらの伝統は、西ローマ帝国崩壊後に5世紀にあったと考えられている通年の聖火集から発展したものかもしれない。伝説では、聖霊を表彰するハトが、 グレゴリウス一世に霊感を与え、グレゴリオ聖歌を書き取らせた。グレゴリオ聖歌のレパートリーは、ローマ天礼で使うために編成されたものである。音楽学者、ジェームス・マッキノンによれば、ローマ式ミサの天礼次第の基礎は7世紀末の短い期間にまとめられたものである。一方、アンドレアス・フィスターや、ピーター・ジェフェリーなどの他の研究者は、 レパートリーの最古の部分はより古い時期に起源を持つものだと主張している。研究者の論点は、聖火戦律の主要部分が7世紀以前のローマに起源を持つものなのか、あるいは8世紀から9世紀初頭のフランク王国に起源を持つものなのかという点である。伝統的な通説を支持する人々は、590年から604年に在位した教皇グレゴリウス一世の果たした役割の 大きさを指摘している。しかし、ウィリー・アーペルや、ロバート・スノーによって支持されている。現在の研究者たちの見解では、グレゴリオ聖火は750年頃以降にカロリング、朝フランスにおいて、ローマ聖火とガリア聖火を統合、発展させたものと考えられている。教皇ステファノス二世は752年から3年にかけて、ガリアを訪れた際に、ローマ聖火を用いて、 ミザを立てたカール大帝によれば、その父ピピン三世は、ローマとの関係を強化するために、ガリア天霊を廃止して、ローマ式に変えたという。785年から6年には、カール大帝の要望に応え、教皇ハドリアヌス一世が、ローマ聖火を含んだ、聖霊天識書をカロリング長宮廷へ送っている。その後、このローマ聖火は、 現地のガリア聖火の影響を受けて改変されつつ、寄付され、さらに八つの教会戦法へと整えられていく。このフランクローマ雪中のカロリング聖火は、教会歴上不足していたものを、新しい聖火で補いながら、グレゴリオ聖火として完成することになる。グレゴリウスの名を冠した理由としては、当時フランク王国に多く招聘されていた。 イングランドの聖職者がアングロイコールサクソン教会の創立者であるグレゴリウス一世を称えたものであるという説や当時の教皇グレゴリウス二世を称えてこのように名付けられたものが後に彼よりはるかに有名な大聖グレゴリウスに作を期する伝説が生まれたとする説があるこの伝説ではグレゴリウスは聖霊の象徴であるハトに霊感を受けて聖果を書き取ったとされ グレゴリオ聖火に生成と権威を与えることとなった。グレゴリオ聖火がグレゴリウス一世の手になるという言説は今日に至るまで広く信じられている。グレゴリオ聖火は柴叩く間にヨーロッパ全土に驚くほど均質な様式を保ちながら普及した。カール大帝は神聖ローマ皇帝となると聖職者にグレゴリオ聖火を用いなければ死罪とすると脅迫し、 積極的に帝国内にグレゴリオ聖歌を広めて、政権力及び世俗権力の強化を図った。英語やドイツ語の資料からは、グレゴリオ聖歌は、北はスカンディナビア、アイスランド、フィンランドまで広まったことが伺える。885年には、教皇ステファヌスゴセイが、教会スラブ語を用いた天礼を禁止し、これにより、ポーランド、モラビア、スロバキア、 オーストリアなどを含む東方のカトリック教会支配域でもグレゴリオ聖火が優勢となった。西方キリスト教世界の他の聖火は新しいグレゴリオ聖火の強い圧迫を受けることとなった。カール大帝は父の方針を受け継ぎ、現地のガリア式の伝統を捨て、ローマ式の天礼を好んだ。旧世紀にはガリア天礼及びガリア聖火は 実質的には廃止されたが、これには地元の抵抗がないわけではなかった。イングランドでは、ソールズベリー式典礼において、グレゴリオ聖火がケルト聖火を駆逐した。ベネベント聖火については、1058年の強行協領によって禁止されるまで、一世紀以上、グレゴリオ聖火と共存した。モザラベ聖火は、西郷土族とムルア人の流入の中生き残ったが、 レコンキスタにより、スペインに、ローマの指示を受けた、高位聖職者が配置されるに至り、廃されることとなった。一握りの限られた教会でのみ歌うことが許されたために、現代のモザラベ聖歌は、グレゴリオ聖歌との同化が進み、元の音楽的形態をほとんど止めていない。アンブロジオ聖歌のみが、アンブロジウスの音楽家及び宗教者としての権威のために、 今日までミラノにて残存している。クレゴリオ聖歌は、やがて、ローマの固有の聖歌にもとって変わるようになる。10世紀には、イタリアでは、実質上、音楽の寄付は全く行われておらず、ローマ教皇たちは、10世紀から11世紀にかけて、神聖ローマ皇帝から、クレゴリオ聖歌を移入し続けた。例えば、クレドは神聖ローマ皇帝、ハインリヒ二世の要望で年に、 ローマ天礼に追加されたものである。大小グレゴリウスの伝説によって権威が高められた。グレゴリオ聖歌は、ローマ固有の神聖な聖歌とみなされるようになり、今日にまで至る。12世紀、13世紀には、グレゴリオ聖歌は、西方キリスト教世界の他の聖歌を完全にしのぎ、駆逐した。他の聖歌に関する広大の資料からは、聖歌を、 グレゴリオ聖火的な境界戦法に組織する試みなど、グレゴリオ聖火の影響が強まる様子を見ることができる。一方で、これらの失われた聖火の伝統は、グレゴリオ聖火の中に取り込まれていったことが、様式の分析や歴史的分析によって明らかになってきている。例えば、聖金曜日のインプロペリアは、ガリア聖火の伝統を残していると考えられている。 現存する最後の学府資料は旧世紀後半のものである。それ以前は成果は口頭で伝承されていた。多くの研究者が寄付法の発達がヨーロッパ全土へ共通の成果が普及する要因となったと考えている。最初期の学府は主にドイツのレーゲンスブルク、スイスのザンクトガ練習動員、フランスのラン及び リモージュのサンマルシャル修道院に残されている。グレゴリオ聖歌は、堕落した歌を元の形に正すという名目で、しばしば改定を加えられた。初期のグレゴリオ聖歌は、教会戦法の理論的構造に合致するように改変されている。1562年から3年にかけて、トリエント公会議によりセクエンツ屋のほとんどが禁止された。 ギデットの1582年発行のディレクトリアム、チョリ及び1614年発行のエジチオメディケイアは、当時の美学的基準に合わせて、堕落し、問題があるとみなされた、そやな部分を徹底的に改変している。1811年には、フランスの音楽学者、アレクサンドル・エティエヌ・ショロンが、フランス革命中のカトリック教会の無力への過激な、 保守反動の一環として、フランス的打略を廃し、純粋な、ローマのグレゴリオ聖火へ回帰することを唱えた。19世紀末には、古い天礼書や音楽写本が調査され、肯定されるようになる。1871年、メディチ家のグレゴリオ聖火写本が再販され、教皇ピウス旧姓によって、唯一の公式なバントに認定された。1889年には、これに対抗し、 中世の元々の戦立を追求したペイリアーグロフィムジカーレがフランスソレムのサンピエールド・ソレーム修道院によって出版された。ソレーム修道院の復興成果は研究者には高く評価されたが教皇庁には拒否された。その後ソレーム修道院の成果はリベルズアリスにまとめられ、1903年に教皇レオ13世が没するとその後継者、 ピュース10世は即座にソレーム修道院の成果を受けに、あるものと認め、翌1904年にはバチカン版のソレーム成果が認定された。しかしその後、ソレーム修道院の皇帝に対して、研究者から疑義が呈されることになった。特に問題となったのは、問題の多いリズム解釈を強引に用いるために、様式を恣意的に改変していた点である。ソレーム版では、 原本にはないフレーズ記号や音符の長さを示すエピセマやモラの記号を挿入している一方で原本にあるリズムや速度の加減などのアーティキュレーションを示す意味のある文字を取り除いている。このような工程によってソレーム版の歴史的正当性は疑われるに至った。ピュース10世は1903年の強行自発協領トラルソリシトゥディーンによって グレゴリオ聖歌の使用を命じ、信徒に対してミサ通常文を歌うことを推奨したが、固有文の歌唱は男性のみに限った。保守的なキリスト教コミュニティではこの伝統が守られているが、第二バチカン公会議にて、グレゴリオ聖歌の代わりに、それぞれの土地の現代の音楽などを用いることが公的に許可されたため、カトリック教会自体はもはやこの制限を維持していない。 ただし、教皇庁では、依然として、グレゴリオ聖歌がカトリック教会の公的な音楽であり、賛美に最もふさわしい音楽であるとしている。グレゴリオ聖歌は、言葉の音節あたりに、いくつの異なる高さの音を与えるかによって、三つの、旋律様式に分けられる。シラブル様式は、1シラブルに1音を当てる。ネウマ様式では、主に一シラブルに二三音を当て、メリスマ様式では、 一シラブル二号、六音から六十音以上にまで至る、いくつもの音の連なりが当てられる。また、グレゴリオ聖歌は、旋律の型としては、レチタティーボと自由旋律の二つの分類に入れることができる。最も単純な種類の旋律は、典礼文のレチタティーボである。レチタティーボ的な旋律は、老少音と呼ばれる一つの基本となる音高を、主として用い、他の高さの音は、 人気ピットや、部分収支及び完全収支の部分に現れる。こういった形を取る成果は主にシラブル様式である。例えば、復活祭の週、祈り文みは127のシラブルがあるが、これに対して音の数は131で、そのうち108が、浪晶音、イオン、残りの23が、尊に下がる音である。天霊文のレチタティーボは、天霊中の読書成果によく見られ、 例として、ミサでの州、祈り文谷市図書館、福音書の営賞や、政務日課での詩篇営賞を挙げることができる。詩篇を営賞する、詩篇成果には、レチタティーボと自由旋律の両方がある。詩篇成果には、詩篇営賞、交渉成果、王将成果が含まれる。詩篇営賞では、詩篇の祝が、単純で、定式的な音向で、繰り返しなく歌われる。 一方、多くの詩編成果は、交渉と応唱であり、ここでは自由旋律が用いられ、複雑さも様々である。グレゴリオ成果の記された、ミサ天書交渉成果は、入祭章や生体配慮章などに用いられ、元来は二組の合唱体が交互に歌い、一方が、詩編の四句を、他方が、アンティフォナと呼ばれる繰り返しの句を歌う形式である。時代を経るとともに、 四句の数は減り、通常は一つの四句と、小、境のみ、あるいは詩辺は全く歌われないまでになった。だが、戦慄に老将運が用いられる点には、交渉成果の原型が技巧を凝らしたレチタティーボにある、ことを示している。なお、キリエやグロリアなど、通常分の成果は、交渉様式を取ることがしばしばあるが、交渉成果とはみなされない。王将成果は、紹介曲。 英称、アレルヤ賞封建賞や政務日課の王将などに用いられ、元来は読書による詩編粛の歌唱と合唱によるオートークが交互に歌われる。レスポンソリウムはしばしば先行作品から様々な恩恵を転用、合成して作成され、この過程をセントニゼーションと呼んでいる。トラクトゥスではオートークが失われているが、 セントニゼーションの痕跡は強く残っている。グレゴリオ聖歌は、ローマ天礼の求める様々な機能を満たすために発展した。大まかに言うと、天礼文のレチタティーボは、除災や司祭による天礼文の英称に用いられた。交渉は、司祭の入場や、献金の回収、性別されたパント部同種の配慮など、天礼中の行動の時に用いられた。そして王将は、 聖書朗読や日課に用いられた。詩編に基づかないミサ通常文の歌唱やセクエンツや賛美歌などは元来は回収の歌のために用いられた。これらの成果では音楽の形式は主にテキストの構造に依存している。セクエンツやではツイックごとに同じ音形が用いられるし賛美歌ではテキストが融接形式であることから連ごとに 同じ調べる様式の旋律が現れる。初期の成果は西洋音楽の大部分と同様に全音階の使用を特徴としたと考えられている。先方理論は主要な成果の作曲よりも後に成立し、出自を全くことにする二つの伝統を融合させたものである。すなわち、古代ギリシアの伝統を受け継ぐ純理論的な数値比率理論と、 伝統的に培われてきたカントスの実践技法である。理論と実践の双方を扱った最初期の著作としては9世紀に成立したムジカ、エンキリアディス及びスコリカエンキリアディスの論文群がある。これらは9世紀に流布したもののより古い高等伝承に由来する可能性が高い。エンキリアディスの論文群では古代ギリシアの音楽理論と類似するテトラコルドを用い、 へ、との4音を終始音とする18音の音階を使用しているものの、古代ギリシアの理論とは異なる点がいろいろとある。中でも、各テトラコルドの間がすべて重ならず、このために、オクターブや完全4度が崩れる点が出てくる点は、中世の基準的な音階と合致せず、長い間音楽学者の疑問となっている。その後、フクワルズによって、フィナリスのテトラコルドを応用し、 これを、キリシアの大、小関税をと組織理論に基づいて保管し、ロヘ変路が、可変の全音階が、初めて記述された。これらの試みは、成果の実践に適応した、音楽理論構築の最初の段階とみなされる。1025年頃、グイード・ダレッツォは、ガンマウトを発展させることで、西洋音楽に革命をもたらした。ガンマウトでは、成果に用いられるピッチは、 音域の重なるヘクサコルドに組織される。ヘクサコルドの気温としては、葉音、オ音、または、トートがある。変度は、臨時記号ではなく、ヘクサコルドの体系の必須要素とされている。一方、ヘクサコルドに含まれない音の使用は無事かフィクタとされた。グレゴリオ聖歌は、ビサンティン聖歌の8分類8調の影響を受けて、8つの戦法に分類された。各戦法は、 終止音、支配音及び音域が決まっている。フィナリスは曲の最後の音で通常は旋律全体を通じて重要な音となる。ドミナントは通常旋律の中でローション音として用いられるピッチである。アンビトゥスは旋律で用いられるピッチの範囲を示す。フィナリスがアンビトゥスの中央にある、もしくはごく限られたアンビトゥスしか持たない旋律は 変革戦法に分類され、フィナリスがアンビゥスの最低音であり、かつ5つか6つ以上の高さの音を音域に持つ、旋律は正確戦法に分類される。互いに対応する変革と正確戦法は、フィナリスは同じであるが、ドミナントは異なる。戦法の名前は古代イギリシャの戦法の誤解に基づくもので、中世には実際に使われることは稀であった。 ヒポの説当時は変革戦法であることを示している。イ、ロ、ハオトで終わる戦法を、時にエオリア戦法、ロクリア戦法、イオニア戦法と呼ぶことがあるが、これらは固有の戦法ではなく、同じヘクサコルドを使う戦法の異常とみなされる。グレゴリオ聖歌のピッチは、絶対的には定まっていないため、実際の演奏では最も歌いやすいうに息で歌って、よい。 一部のグレゴリオ聖歌は、先方ごとに決まった音楽的定式があり、例えば交渉と、四辺宿の間の四辺老唱音などにより、聖歌中の各部分間の移行を滑らかに行えるようになっている。すべてのグレゴリオ聖歌が、グイードのヘクサコルドや、八つの戦法に、ぴったりはまるわけではない。例えば、特に、ドイツ語資料の聖歌には、ヘクサコルドシステムに含まれない。 元への間で音の高さを揺らす指示のあるネウマがある。初期のクレゴリオ聖火はアンブロジオ聖火やコローマ聖火と同じように戦法を用いていなかった。戦法理論が広まるにつれて特に12世紀の死闘会の改革によってクレゴリオ聖火は次第に戦法に当てはまるように改変された。フィナリスは変更され、戦慄の鬼にきは減らされ、 メリスマが刈り込まれ、変論が取り除かれ、そして歌詞の繰り返しが除かれた。しかし、このようにして戦法が一貫性を持つようにしようとする試みにもかかわらず、一部の成果にはごく単純な戦法の規則までも無視するものがある。例えば、コンムニオチクイーボーは4つの中世写本に、それぞれ違った戦法を用いて筆写されている。 フレゴリオ聖歌の音楽語法には、先方以外にもいくつかの特徴的な点がある。旋律の動きは、主に順次進行をとる。三度の跳躍はよくあり、それ以上の跳躍も、アンブロジオ聖歌やベネベント聖歌などより、はるかに多い。音の移動はオクターブではなく、7音目までしか到達しないことが多い。すなわち、例えば2音から、オクターブ上の2音まで行くことは稀で、 二ヘッドイハのような形で二音から七音状のハウトまで移動することがしばしば行われる。また、例えばイハのような決まったピッチの連なりを用い、その周りに他の高さの音が引き寄せられるような旋律も多い。各戦法にはよく使われるインキピットと終止があるが、これは戦法理論だけでは説明できないものである。成果はしばしば、 サブフレーズを組み合わせたり繰り返す複雑な内部構造を持つ。これは特に冒険賞やキリエやアニュスデーなど短いテキストを繰り返す成果、大王将やクロリア、クレドなどテキストの中に明確に分かれる部分を持つ成果に多い。一部の成果は戦慄的に属関係にある。紹介曲や映像を作るときには一種の音楽的、 文法に従ったセントニゼーションによって音楽のフレーズが構築される。ある種のフレーズは、聖歌の冒頭のみ、あるいは末尾のみに用いられ、ある種のフレーズは決まった組み合わせでのみ用いられ、このようにして、例えば、紹介曲のグループであるユース・トス・ウッド・パルマのように、音楽的に近親関係にある聖歌群が成立している。第三先方の入祭章の一部は、 類似した旋律を持ち、上に上げた、ローケタードミヌスもその一つである。第三戦法では、刃音がドミナントとなるため、通常ならば、刃音が、ョー音となるところ、これらの第三戦法の入祭章では、トートと刃音の両方を、ョー音とし、しばしば、この調整感を確立するために、トートから、刃音へ装飾を凝らした跳躍から成果が始まる。同様の例は、 他にも参見される。指立てでオニーベルスサテラムオンナカネウマにより、四辺宿営商法を示すグレゴリオ聖火の最初期の寄付資料はネウマと呼ばれる記号を用いている。初期のネウマは、各音節の音高の変化や長さを示すものの、各音の絶対的な音高や、各ネウマ間の相対的な音高の関係は、示されていない。研究者の仮説では、 この寄付法は手の動きによって音向を指示するカイロノミーやビサンティン聖火の同キプ、苦闘点、アクセント記号から発展したものとされる。後にネウマ間の相対的な音向の関係を示す音向ネウマが発明される。一貫した方法で相対的音向を示す方法は、はじめ11世紀前半にフランスのアキテーヌ地方、 中でも、リモージュのサンマルシャル修道院で開発された。それに対して、ドイツ語圏の多くでは、12世紀に至るまで、無音高ネウマが使われ続けた。この他に、特定の音高に一本の線を引く、線符も発明された。また、段の最後において、次の段の最初の音高を示す、カストスの記号や、テヌートを示すトなど、アーティキュレーション、音の長さ、テンポなどを示す。 追加的記号も開発された。この他に、聖火教徒の音楽に用いられるような、異なる音高にそれぞれ文字を割り当てて寄付する寄付法も、用いられていた。リベルーズ・アリスで用いられる、四角ネウマ。ここでは、キリエ・レーソンの冒頭を示している。13世紀には、グレゴリオ聖火のネウマフはもっぱら、音部記号を伴う4本の線の上に、 四角ネウマを排して寄付されるようになった。四角ネウマでは、一音節の中で、上昇音形を取る、数音の音群は、下から上に読む、四角を積み重ねた形で寄付され、下降音形を取る音群は、左から右に読むひし形で寄付される。一音節により多くの音が含まれる場合には、このようなネウマの塊を続け、左から右へ読んでいく。オリスクス、クイリスマ。 およびリクエセントの角ネウマは特別な箇所法を示しているが、具体的にどのような技法なのかははっきりしていない。変動音が使われる時には、変動音を含むネウマの塊の左に何 B が置かれる。必要な場合は、下に線の伸びるコービ b ーが本色音を示す。現在の成果集は主にこの四角ネウマ符を用いて寄付されている。成果は、 伝統的には男性に限られ、元来はミサや聖務日課の祈りにおいて男性聖職者によって歌われていた。しかし大都市を除いては聖職者の数は限られていたから次第に世俗男性も合唱に加わるようになった。女子修道院では女性も修行生活の一環としてミサ及び聖務日課で歌うことが認められていたが聖歌隊に加わることは 聖職者にのみ許される公的義務とされていたため、世俗女性がスコラ・カントルムなどの聖歌体で歌うことは認められていなかった。聖歌は通常、聖唱で歌われたが、後には聖歌に歌詞や音を追加するトロープスや、即興的にオクターブ、5度、4度の火星を重ねるオルガヌムなどの技法が開発される。しかしトロープスもオルガヌムも、 本来の成果の曲目に含まれるものではない。これの主要な例外としては、セクエンツヤがある。セクエンツヤは、ユルビスと呼ばれるアレルヤ症の引き伸ばされたメリスマをトロープスにするところから発展したものである。しかし、トロープスもセクエンツヤもトリエント公会議によってほとんど禁止された。トリエント公会議では、復活祭、ペンテコステ、生体祝日及び、 死者の日のためのものを残して、セクエンツヤが禁止された。中世に、グレゴリオ聖歌の歌唱に、実際に、どのような歌唱法が用いられていたのかは、ほとんどわかって、いない。時には、聖職者が歌い手に対して、もっと抑制的に、経験に歌うように要求していることから、しばしば高度に技巧的な演奏も行われていたことが、うかがわれ、それは、ゆっくりとたゆたう。 癒しの音楽という今日のグレゴリオ聖歌のステレオタイプイメージとはかなり異なっていたと推測される。音楽性の追求と軽心の間のせめぎ合いの歴史は古く、グレゴリオ聖歌に名を関する教皇グレゴリウス一世自身が説教よりも歌声の魅力に基づいて聖職者が優遇されている現状を批判している。しかし、修道会改革者として知られるクルニーの王道は、 成果の知的、音楽的芸術性を称賛している。ドイツの修道院の一部では、今でも副合唱による本来的な交渉が行われている。しかし、一般的には、現在では、交渉も、読唱者と合唱が交互に歌う王将の様式で演奏されている。この習慣は、おそらく中世から行われていたようである。中世に開発された、もう一つの技法として、 冒頭の句を読唱者が歌い、フレーズの残りを全体合唱で歌う形式がある。この方法により、読唱者によって、成果のピッチを定め、合唱の入りを合図することが容易になった。中世紀府法ではリズムが明確でないため、グレゴリオ成果のリズムについては、研究者の間で見解が分かれている。例えばプレススなどのネウマは、音の繰り返しを示すが、これは、 音の延長や反響を示すものかもしれない。13世紀には四角ネウマが普及し、多くの聖歌において、ほぼネウマで割り当てられた音の長さに従って各音が歌われていたようだが、13世紀の音楽理論家、モラビアのヒエロニムスは、例えば最終の音は長く伸ばすなど、特定の音における例外について言及している。1614年のエジチオメディケイアなどの後の、 改訂版では、メリスマの旋律上のアクセントが、シラブルのアクセントと合致するように書き換えられている。このビテキ式は、19世紀末に、ワグナーやポティエ、モッケロー等によって、聖火復興運動が起きるまで、強く影響力を保っていた。19世紀末の聖火復興運動には、大きく2つの陣営があった。一つは、ワグナー、ジャマース、リップハルト等の派閥で、 成果に表紙を当てはめることを主張していたが、ただしどのように当てはめるかについては意見の一致を見ていなかった。もう一方の派閥は、ポティエやモケロが中心となり、各音符の音歌は基本的に同じとして自由なリズムで歌い、歌詞、または音楽的に強調するべきところでは適宜音を伸ばす、ことを主張した。ソレーム修道院版のグレゴリオ聖歌現代譜は、 この解釈に基づいている。モッケローは、旋律を2音もしくは3音のフレーズに分割し、各フレーズの冒頭に、白に似た、イクティスを置き、これを小さな垂直線記号で指した。これらの旋律の基本単位は、回路のミーによって表現されるより、大きなフレーズへとまとめられる。この方法論は20世紀前半には広く流行し、 ジャスティン・ワードの幼児を音楽教育プログラムによっても普及したが、第二バチカン公会議において、聖歌の典礼における役割が弱められ、新しい世代の研究者によって、モッケローのリズム理論が根本的に否定されるに至って、次第に使われなくなってきている。現代の一般的なグレゴリオ聖火の演奏では、主に美的意識の観点から、白夜、 周期的な表紙は用いない方法が好まれている。強制はテキストによって、フレージングは旋律の輪郭によって定められる。ソレーム式の音の延長は依然、広く行われているが、絶対的な規範ではなくなっている。グレゴリオ聖歌は、聖務日課における、定時歌および、ミサの典礼で歌われる。司教、司祭、助祭によって、 アクセントスエクレジアスティクスと呼ばれるテキストが映像されるが、大部分は単一の老称音が用いられ、各文の決まった位置で簡単な旋律の形が用いられる。より複雑な成果は、専門訓練を受けた読書者及び成果体によって歌われる。成果集として最も網羅的なのは、リベルーズ・アリスであり、トリエント・ミサで用いられる成果と、 聖務日課で最も一般的に用いられる成果が収録されている。修道院の外では、よりコンパクトなグラデュアレローマヌムの使用がより一般的である。入祭症、紹介賞アレルヤ賞栄章、俗症、封建賞生態配慮賞は、祭実によって異なるテキストを用いることから、ミサの固有文と呼ばれ、成果も祭実ごとに異なるものを用いる。 入祭症は祭祀の行列の時に用いられる交渉成果である。典型的にはアンティホナ、四変縮アンティホナの繰り返し、小坂へアンティホナの繰り返しという形をとる。老昇音が旋律構造を支配することが多い。紹介症は使徒書の朗読に続く日課を営承する交渉成果である。 紹介賞の多くは、セントニゼーションによって作られ、既存のフレーズが、パッチワークのように継ぎ合わされて、成果の旋律が生み出され、音楽的に、近親関係にある、旋律群が成立している。アレルヤ賞は、ハレルヤの最後の絵を長く伸ばす、ユルビスという明るいメリスまでよく知られる。異なるテキストのアレルヤ賞にも、本質的に同じ旋律が使われることがよくあり。 このようにして、既存の戦律を、新しいアレルヤのテキストに用いることを、アダプテーションと呼んでいる。アレルヤ章は、始順説などの悔い改めの期間には歌われず、代わりに通常は舎兵をテキストとする英章が歌われる。トラクトゥスは、紹介章同様、セントニゼーションによるものが多い。俗章は、追句形式の詩の英章である。セクエンツのテキストの多くは、 天礼文に含まれないため、グレゴリオ聖歌の本来の曲目ではないが、非常によく知られた、ビクティマエパスカリラウデス、ベニサンクテスピリクスなどの聖歌が含まれている。9世紀から10世紀初頭に活躍した、初期のセクエンツヤ作者である、ザンクトガレン修道院のノトケルバルブルスは、セクエンツヤはアレルヤ賞のユルビスに祝を追加する、ことから発展したと述べている。 方剣賞は方剣の間に歌われる。かつては極めて上長な連構造を持っていたが、12世紀頃には連の使用は廃れた。生体配慮賞は生産の生体配慮の間に歌われる。旋律はしばしば調整的に不安定で、本色音と変ーンの間を行き来する。こういったコンムニオは明確に一つの戦法に分類することができない。キリエ、グロリア、 クレド、サンクトゥス、ベネディクトゥス、およびアニュスデイは、どのミサでも、同じテキストを使用するところから、通常文と呼ばれる。キリエは、キリエレーソンの参照、クリステイレーソンの参照、サイド、キリエレーソンの参照からなる。古い聖歌では、キリエレーソンイマスの形も見られる。キリエは、ラテン語ではなく、ヘレニズムギリシャ語を用いている点が、特徴的である。 テキストの繰り返しの構造を反映して、音楽的にも繰り返し構造を用いるものが多い。下に掲げるカンブレ写本に収められているキリエアドリブ6は ABACDGEFE の構造を持ち、セクションごとにテシュトゥーラが移動している。最後のキリエレーソンに当たる E の部分は、それ自体が AAB の構造を持ち、クライマックスを作り出している。 グロリアは大英章を唱えるもので、クレドは二回や心情を唱えるものである。これらの天礼文は長いため、成果もしばしばテキストの切れ目に対応した不構造を持っている。また、クレドは広大にミサに追加された天礼文であるために、グレゴリオ聖歌に含まれる曲数が比較的少ない。サンクトゥスとアニュスデーはキリエと同様天礼文に繰り返しが多く、 音楽的にも繰り返し構造を取るものが多い。厳密には、ミサの3回を告げるイテミサエストとベネディカムスドミノも通常文に含まれ、それぞれグレゴリオ聖歌もあるが、短く簡潔なために、広大には作曲の対象となることは稀であり、研究の対象からも除外されることが多い。修道院では、政務日課でグレゴリオ聖歌が歌われる。主には、 紙片の交渉、超過での大王賞、他の定時化及び週過での小王賞に用いられる。政務日課での紙片交渉は短く簡潔なものが多く、一方、大王賞は複雑で長い。政務日課の終わりには、アルマレデンプトリスマーテル、アベレジーナチェロールム、レジーナチェリ、または、サルベレジーナの四つの、マリア・アンティフォーナのうちの一つが歌われる。これらはいずれも、 比較的成立が遅い成果で、11世紀に成立し、他の聖務日課用のアンティフォーナよりもかなり複雑なもので、ある。音楽学者アーペルはこの4曲を、中世後期の最も美しい作品の一つと、述べている。グレゴリオ成果は、中世西洋音楽及び、ルネサンス音楽に、大きな影響を与えた。例えば、現代の寄付法は、 グレゴリオ聖歌のネウマフから直接発展したものである。聖歌を寄付するために考案された四角ネウマは、多種の音楽の寄付にも転用されたし、ある種のネウマのまとまりは、ノートルダム学派によって提唱された、リズムモードというリズムの組み合わせを表現するのに、使用された。15世紀から16世紀にかけて、次第に丸みを帯びた音符が、四角やひし形にとって変わったが、 聖歌集では依然として四角ネウマが使用された。16世紀には5本目の線を追加した五線譜の使用が一般的になった。また、バス記号や、シャープ、フラット、ナチュラルの臨時記号は、グレゴリオ聖歌の寄付法に直接由来するものである。グレゴリオ聖歌の旋律は、トロープスや天霊劇の音楽的素材となった。また、キリストアタテリア、 今ぞ我ら精霊に壊んなどの現地語の賛美歌は翻訳テキストにクレゴリオ聖歌の旋律を当てはめたものである。クレゴリオ聖歌の即興的な加星付けであるオルガヌムに始まり、クレゴリオ聖歌は中世からルネサンスにかけてのポリフォニーの展開にも多大な影響を及ぼした。クレゴリオ聖火はカントゥスフィルムスとして使用されることもしばしばで、この場合聖の音符のなりが 火星信仰を決定づけた。マリア・アンティホナ、中でもアルマ・レデン・プトリス・マーテルは、ルネザンスの作曲家によって、頻繁に編曲された。聖果をカントゥス・フィルムスに使用することは、バロック時代になって、独立したバスラインと、それに基づくより強い火星信仰が、規範的になるまで主流を保った。後に、カトリック教会では、ミサの通常文に、 グレゴリオ聖歌ではなく、ポリフォニックな編曲を用いることを認めた。このために、パレストリーナやモーツァルトなどのミサ曲では、キリエなどの通常文を作曲の対象とし、ニューサイショーなどの固有文は通常含まれなかった。固有文も、総合ミサなどでは合唱曲に置き換えられることがあった。固有文のための多声音楽を多く作曲した作曲家としては、ウィリアム・バードや、 トマス・ルイス・デ・ヴィクトリアが挙げられる。これらの多声編曲は通常元の成果の要素を取り入れている。19世紀末に始まった古学への関心の高まりは20世紀の音楽に影響を及ぼした。クラシック音楽におけるグレゴリオ聖歌の影響は、例えばモーリス・デリフレのグレゴリオ聖歌による4つのモテットやピーター・マックスウェル・デイビスのキャロル、 アルボペルトの合唱曲などに見られる。また他のジャンルでは、エニグマのサッドネスパート1や、ドイツのバンドグレゴリアンのポップ、ロック的、アレンジ、テクノのイーノミネ、ブラックメタルバンドのデススペルオメガなどが代表的である。ノルウェーのブラックメタルバンドでは聞きやすい旋律線に、グレゴリオ聖火を用いることが多く、ボルクナガーのガルムやディム・ボルギルのイックスボーテックス、 エンペラーのイーサーンなどが著名な歌手として挙げられる。聖歌の先方的な旋律は、現代的な音階に慣れた耳に非日常的な音を与えている。一方、聖歌そのものとしてのグレゴリオ聖歌も、1980年代から90年代のニューエイジミュージックやワールドミュージック流星の中で大衆的な人気を得た。グレゴリオ聖歌を聞くと脳内にベータ派が、 発生するという社会通念が広まり、癒しの音楽としてのグレゴリオ聖歌の人気を高めた。こうした、グレゴリオ聖歌の大衆的な人気を象徴する事件となったのが、サントドミンゴでシロス修道院のベネディクト会士によるアルバム、カント・グレゴリアーノのスペインにおける大ヒットである。1993年10月22日、スペイン EMI 社は、数年前に吸収合併した。 イスパボックス社の保有する音源の中から、グレゴリオ成果を収めた2枚組の CD をリリースした。これに再始導者には、特にカタログの隙間を埋めるという以上の意図はなかったと、される。ところが、この CD は発売されるやなみいる人気アーティストを、抑えて、ヒットチャートのトップに踊り出て、翌1994年1月までに25万枚を、超える、驚異的な売り上げを記録したのである。 グレゴリオ聖歌は、アルバム、カント・グレゴリアーノの前にも後にも、退屈な音楽としてのパロディの対象ともなっている。有名なものでは、モンティ・パイソンホーリー・グレールに登場する、ムチウチ修行像が歌う、ピエイズ・ドミネア、ミステリー・サイエンス・シアター3000の、ポッド・ピープルの回に登場する、パブリックドメインの楽曲だけが入ったカラオケに、入っている、物浮く、ほろ苦い。 グレゴリアンちゃんと第5番が挙げられる。小惑星10万19グレゴリア肉は、グレゴリオ聖火の短縮型に由来している。ありがとうございます。